ビキをご覧の皆さん、ハロー、桜井ゆうきです。高松アロハです。ドラマ4月の東京で一途に初恋の相手を思う滝沢一馬役を演じさせていただきました桜井ゆうきです。10年前の秘密を抱えたまま初恋の相手と再会する石原蓮役を演じさせていただきました高松アロハです。この物語は15歳の夏に突然離れ離れになってしまった一馬と蓮の10年ぶりの再会を描いたラブストーリーです。お互い初恋同士だったにもかかわらず本当の気持ちを打ち明けられないまますれ違う2人がだんだんと心を通わせていく姿にぜひご注目ください。ドラマ4月の東京はお楽しみに。